Okay, hello, my name is Takuro Kohama. I'm the main coach of Team Campers. We are a local youth baseball and multi-sports team here in Okinawa Island. Today, I'd like to explain why I am challenging to throw high-velocity ball, especially to get the 140 kilo, which is about the 87 miles per hour. And now I've already reached 135 kilo, which is about 84 to 85 miles per hour. Even though I am currently 40 years old and never played at the pro level before, it is big challenge for me. Main reason for it is showing to our team's kids, because they, maybe not only them but also most of the local kids, initially give us negative words like I can't do it and it's impossible, something like that. However, I think it's not their fault. It's actually our fault. Our means people who relative to kids, parents, teachers, and coaches. Of course, including me. That's why I would like to show them how my big challenge, even though it's not easy. And I really want them to feel that trying and keep doing is most important thing, not the result. So I believe what I'm doing is good for their future. And one more thing that I want to share with them is having fun, what you like. はい、皆さんこんにちは。キャンパーズの代表をしています、小浜拓郎と申します。今日はですね、私の140キロプロジェクトについて少しご説明させて、ください。ですね、現状私自身、135キロまで一応、到達しておりまして、残り5キロ、残りもう少しかなっていうふうに迫っているんですけど、ですね、私自身今40歳、今年40歳になりますし、プロ経験ももちろんありませんし、本当に一般的な、庶民的なおじさんなんですが、なぜこの大きな、140キロという目標を掲げて今トレーニングや、ピッチングをしているか、投球動作の改善に、励んでいるかっていうのを、ご説明させてください。一番の理由がですね、私たちのキャンパーズの子どもたちに、こういった挑戦する大人の姿を見てもらえたらなっていうふうに、感じています、思っています。ですね、おそらく、彼らだけではないんですが、一般的に、日本人の、子どもたちに多分多く、共通することだと思うんですけど、自己肯定感が低いというのによく言われていると思います。で、活動中でも例えば新しい取り組み、スポーツ初めてのこととかをやるときはもちろん子どもたちはできないできないだとか、無理無理っていうふうな、言葉がよく聞こえてきます。で、これって子どもたちは全然悪くなくて、むしろ周りにいる私たち大人の、が原因じゃないかなというふうに考えてます。例えば、親ですね、私も父親ですし、あとは先生方だとか、あと、スポーツ環境で言えばコーチ監督とかですね、そういった方々の、アプローチだとか、言葉がけ、もちろん日々のこう、発する言葉だとか、そういったものを真似て、もしかしたらネガティブな
感じになってるのかもしれないなと感じています。まあそんな中でですね、この、普通のおじさんがですね大きなチャレンジをする、それに向かって練習するトレーニングする、そういったものを、子どもたちに見て何か感じてもらえたらなというふうに思っています。でこれはもちろん目標を達成させたいという気持ちもあるんですが、仮に140キロに到達できなくても、日々のこの、まあ、トレーニング動画を上げてたりとか、あとは、まあ、ピッチングブルペンでのピッチングとかを上げさせてもらってるんですけど、まあ、こういった努力を積み重ねるっていうことですね、あと継続する、こういったことが大切だよっていうのも感じてもらえたらなと思っています。まあ、結果よりも本当にプロセスが大切だっていうものを、感じてもらえたらなっていうのが、この取り組みの、最大の目的です。であとはもう最後にですね私自身この今やってることがとても楽しいです。で好きなことを本当にとことん楽しんでほしいなっていうものも、子どもたちに感じてもらえたらなっていうふうに思っております。ですのでまあこういった感じで、まあ、やってますので、これからも温かい目で、私の、挑戦を見ていただけたらと思います。ありがとうございました。